夜7時、7時です。鹿児島ユナイテッド FC 背番号10番米澤レイです。背番号28番ハン・ヨンテです。スポーツプラスオープニングクイズ。米澤レイ選手の好きな色は次のうちどれでしょう。1青、2ピンク、3白。今日もスポーツで鹿児島を盛り上げましょう。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラスキックオフ。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。ユナイテッドサポーター部頑張れ鹿児島アスリート。ユナイテッドサポーター部ユナプラ。鹿児島ユナイテッドサポーター部ユナプラのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム MC を担当していますマッキーです。今日もユナイテッド一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしております。さあ鹿児島ユナイテッド FC、 前節は久しぶりのホームだったんですよね。モンティディオ山形と戦いまして、0対3で悔しい敗戦を喫してしまいました。まあ前半で3点取られてしまいましたんでね、苦しい展開を強いられ、なかなか鹿児島らしいねサッカーをさせてもらえなかったなという印象がありました。まあでも悔しかったけど、山形強かったね。ほんとそれにつきますよね。この試合の後2位に浮上した山形、さすがだなと思いました。まあしかしね、この強いチームに勝てるぐらいのチーム作りを目指していかないといけないんでしょうね。まだまだ試合残ってますから、皆さん応援していきましょう。現在鹿児島の通算成績は暫定ではありますが、9勝3分け19敗、勝ち点30です。22チーム中20位という成績。次節はね、21位の栃木 SC との対戦ですから、これ絶対に勝ちたいところです。そのためにもですね、サポーターの皆さんからの応援メッセージをここで届けしたいと思います。では女子マネージャーのミトちゃんお願いします。ユナイテッドネームお願いします。コウスケです。おしめは、ニュードです。来年も J2 で戦ってください。よろしくお願いします。熱中症の美少女です。好きな選手は、ニュード選手です。残りの試合も少なくなってきましたが、最後まで選手一丸となって頑張ってください。ミオリンです。おしめは、アンジュンス選手です。韓国から来て、外国で活躍されてて、いつもすごいなって思います。これからも頑張ってください。モムダハルとか。好きな選手いる？ジュンキ、頑張れ。アサミです。はい、好きな選手いらっしゃいますか？砂森選手です。残留目指して頑張ってください。トモピーです。好きな選手は、野竹選手です。 N です。好きな選手は、野竹純也選手とアンジュンスです。これからも頑張ってください。いやー、いい声でしたね皆さんね。途中のあのハルト君、めちゃめちゃ可愛いですね。好きな選手は純喜って言ってくれました。ゴリオ選手頑張らなきゃいけないですね。ラジオネーム S チルドレンさんからいただいております。厳しい試合が続いていますが、サポーターの私たちは応援歌のように、恐れることはないさ、俺たちついてる、勝利のために信じて応援するのみ、勝ってホームへ帰ってきてください、嬉しい報告待ってます、というね応援メッセージ来ております。さあそれではですね、ここで今日応援する選手の紹介です。フォワードのお二人です。背番号10番米澤レイ選手、背番号28番ハン・ヨンテ選手を応援しましょう。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部ユナプラです。今日応援するのはフォワードのお二人です。自己紹介お願いします。背番号10番米澤レイです。背番号28番ハン・ヨンテです。お疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なんか2人は仲のいいイメージがありますが。本当ですか。はい、仲いいですよ。同い年だからね。同い年なんだ、うん、いくつですか。26年生です。なんで鹿児島ユナイテッド FC では伝説の96年生まれと言われてます、みんなに。伝説、あと誰がいるんですか。今スタッフマサヤ、こう、で、まあ、マサキおったけど、坂本真希がいたから。そっか。じゃあ今選手として残ってるな、2人。2人なんですね、うん、ご飯とか行くんですか、2人で。たまーに。たまーに行くんですか。たまーに。たまーに。ちょっと前まで行ってたけど、最近はたまーに。なんで最近行ってない。落ち着いちゃいました。落ち着いちゃいました。
どういうことですかそれ。流れがあるじゃないですか。あ、流れがね。そうですよね、はい、そうですね。久しぶりのこのじゃあ仲良しっぷりをこのラジオで見せていただければと思いますが、ではですね、まず前節から振り返っていきたいと思います。明治安田生命 J2 リーグ第32節モンティディオ山形戦、0対3で敗戦となりました。久しぶりのホームゲームで勝利届けたかったと思うんですけれども、では根本選手、まあ、振り返って課題点ってどんなところだと思いますか。課題点、やっぱり自分たちのミスでこう失点してしまい、まあ、自分の意見としてはやっぱりそこからの立て直しが非常にこう難しいんですけど、やっぱりそこを改善していかないと、いつも先制点食らったら逆転という試合がなかなか少ないんで、そこを改善していかなきゃいけない部分なのかなっていうふうに感じました。ちょっと早い段階で先制点を取られてしまいましたよね。まあまあまあ、そこは想定内として、でもそこからのこう切り替えをしっかりして、やっぱり攻撃的により何点食らってもいいけど1点は絶対取らなきゃいけないと思うんで、コンセプト的にもそうですし、やっぱりそこを守ってしまったらダメだと思うので、そこはもっと積極的に、やっぱりこう終盤になってきてから順位とか考えますけど、こう攻撃サッカーを掲げた以上最後まで攻めるっていう姿勢を忘れちゃいけないのかなっていうふうには思います。今週もすごくあの攻撃面の練習米澤選手されてましたね。そうですね、やっぱ前節無得点やったんで、やっぱ攻撃の部分でもっと質を上げないと点取れないんで、まあ、監督からもそこ求められましたし、それが試合で出せればいいんじゃないかなと思います。ぜひ今週末はその攻撃的なサッカーを見せていただきたいなと思います。後ほどですね、次節のお話じっくり聞いていきたいと思いますが、ここでぶっちゃけ質問ボックス行きたいと思います。ではサポーターからの質問を選んでいただきました。ヨンテ選手から読んでください。ラジオネームさやかさん、はい、試合後とか疲れた時に食べる食べ物は何ですか。何ですか。僕はもう普通に焼肉が大好きなんで肉、疲れたらとりあえず焼肉行く、美味しいお肉屋さん探して食べに行くみたいな感じですね。行きつけとかあるんですか。ないです。そこを地元にいる時はあったんですけど、はい、こっち来てはこういろんなところ、やっぱり鹿児島に来たんだしってことでいろんなとこ巡ろうと思ってから、まああったとこうネットで探したりとか見てから美味しそうなところに入るようにしてます。決めないで。鹿児島のお肉どうですか。あ、美味しいですね。黒毛和牛1位になった、はい、全国1位の、はい、ね、あれが美味しくて、ちょっと質がまた東京と違ってから、うんうん、柔らかくてこう美味しい肉ばっかなんで、どこ行っても美味しいから、ね、外れはないって感じですかね。そうですよね、はい、米澤選手変えたでしょ。変えません。ラジオネームウリカさん、練習を見に来てる人がたくさんいると嬉しいですか、それとも気にしませんか。ズバリ嬉しいです。来てる人って結構見てます。あ、今日いっぱい来てくれてるなっていうのはあるし、やっぱ嬉しいです。嬉しい、はい、結構あの練習後声かけてくれるサポーターさんも多いですよね、はい、嬉しいですね。差し入れくれるともっと嬉しいんですけどね。ちなみに何が一番嬉しいんですか。差し入れは。差し入れは一番嬉しいのは飲み物やな。飲み物、うん、どんなどんな。フルーツ系。フルーツ系、特に好きなフルーツ系の飲み物はトロピカーナ。オレンジ味とかでしょ、うん、ということでぶっちゃけ質問ボックスでした。ありがとうございました。では次節のお話アウェーになります。明治安田生命 J2 リーグ第33節栃木 SC 戦、今週末9月22日日曜日19時キックオフです。意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ米澤選手からお願いします。はい、まあ、順位も順位ですし、すごい大事な試合になるんで、チーム一丸となって、まあ、サポーターも含め一丸となって出たい勝ち点3を取りたいと思います。ヨンテ選手、意気込みお願いします。はい、今ここ数試合勝ちがないんで、レイも言ってましたけど絶対に負けられない相手なんで、しっかりチームが一つになって、出る選手出ない選手スタッフ全員が一つになって、サポーターのために勝利を届けられるように、頑張っていきたいと思います。個人としては絶対点決めるんで応援よろしくお願いします。期待してますね。どうす。
絶対勝てなければいけない戦いが続いております。ぜひサポーターの皆さんも応援よろしくお願いいたします。ではユナイテッドリクエストユナリクです。今日はヨンテ選手のリクエストということですが、決まりました？何にしようかな好きな歌がありすぎてねはい、ヨンテ選手曲紹介をお願いします。シャナナナナこのままどこか遠く連れてってくれないか、日曜日よりの使者。レジェンド知ってるこの曲。銀行ワンニー日が沈み、えい赤く血の色に燃え始まる。どうも長渕豊でした佐野さんいつもありがとうございます。今日もありがとうございます。安定の毎週お願いします。なかなか俺出してもらえないから、こうやって田上選手が帰ったところで曲紹介お願いします。日曜日よりの使者です。はい、ではフォワードのお二人、これからも頑張ってください。ありがとうございます。土砂降りの雨だろうと生放送でお届けしてきましたスポーツプラスエンディングの時間です。ということは答え合わせのね時間がやってきましたけれども、さあ今日の問題はオープニングクイズ、鹿児島ユナイテッド FC 米澤蓮選手の好きな色は何色でしょうかという問題でした。1が青、2がピンク、3が白ということで、では正解を米澤選手お願いします。ではオープニングクイズの答えを米澤選手お願いします。黄色です。ないやんなかったよね。ナイスツッコミです早いね。ないよ、ね、早いね。ないさすが大阪。答えは白です。白なんですね、はい、ピンクのイメージありますけど。白です。なんで好きなんですか白は。なんで好き、なんでやろ、なんか好き、何色にでも染まるから。なんか綺麗なこと言ったよこれ、うん、それはないと思う。絶対違うよね。絶対違う。女子受け狙ってます。狙ってますよねということで今日のクイズは白が答えでした。当選した方おめでとうございます。